沢田研二さんの危険な2人です。このイントロはすごくね、その耳なじみのある、耳覚えやすく覚えにくいんだけども簡単そうで難しいっていう、すごい勉強になるイントロなんですけども、どこがまずポイントかっていうのを言っていくと、ここに D っていうコードがありますね。で、これを12フレット上のとこで弾くと、これが D ね。で、この曲は E キーなので、D の2フレット上、ここ、1弦の16フレット、この音から始まるときに、このポジションが E というコードの音ですよっていうのを分かっといて、それでこのフレーズが生まれるんですね。で、最初の指は別に人差し指でも、中指でも、本当はどっちでもいいんですけども、この曲ですごく勉強になるのは、チョーキングというものが、チョーキングは下から上にって持っていくもんなんだけど、この曲はもうしつこいくらいにチョーキングを上げといてから、下げる。譜面で書くと U って書いて D。アップチョーキング状態から弾いて、下ろす。まあ、最初の小節っていうか、最初の2小節分が3回繰り返される。それは全く同じなんですけども、ちょっとだけフレーズが変えてあるから、かえって3回繰り返すのは、ね、何回も弾いてないと覚えないような、そういうところもありつつ、そしてその後も、この3弦を2箇所、3弦を2箇所弾いた後に1弦に戻るときと2弦に戻るときの2、その2種類がこうね、交互に出てくるのが間違いやすいって言えば間違いやすいんで、そこになれるには、まあまあ、30回ぐらい弾けば、だんだん慣れてくると思うんですけども、今は1小節目、今は3小節目、今は6小節目とか、そうやって考えていくよりも、30回弾いた方が、覚わります。体に入ります。で、もう一つお勉強になるっていうのは、こういうサウンドのこういうリードギターというか、イントロは、バンドでドラムがいて、ベースがいて、せーの、ズンテカタン、キャッキャーガンって弾いてるときはそんなに目立たないんだけど、一人で何にもなく、BGM もバックグラウンドのそのカラオケっぽいものもなく練習していくときは、すごくこうね、なんかこう、横の音を弾いちゃうというか、他の弦が鳴ってしまうんですよ、これね。なかなか鳴らそうと思うと鳴らない もう30回弾いちゃったから鳴らなくなっちゃったけど、あ、こういうことこのような、どうやってやったんだろうね、よいしょ、ほらこんなに変な雑音を出すのがちょっと難しくなってきたけど、とにかく他の音を弾かないように弾かない、こんなこういう音が鳴ってしまわないように30回練習するってことです。で、その後のフレーズは、これが来た時から3回目のトリターンが来た時に、わかりますかね、これ人差し指を2弦にしょいってこうね、ここだけ指変えるんですよ。それまではどの指使っててもいいです。こういう指使いでもいいし、人差し指スタートで使っててもいいしけども、3弦の16フレットに人差し指が来たやつをトリタって弾く時のトリタのタでこう人差し指に変えると実は弾きやすい。これが弾きやすくなる。まあ別に絶対じゃないですけどね。
中指で行ってしまったとしても、次の薬指でこれを弾き終わった時に人差し指に交換する。そうすると弾きやすくなります。で、ここの後もまたアップでチョーキングした状態でピッキングをして下ろす。ここは実質上は19フレットしか弾いて、押さえて使ってないんだけど、ね、ここしか使ってないんだけども、人差し指が、17フレットに置いてあるよっていうのがちょっとだけ見えないポイントっていうのかな。そんな感じ、うん、で、ここは、これ、右手のピックか、もしくは人差し指の先っぽあたりで、一回ミュートしないと、チョーキングになっちゃうわけですよ。弾いた、ミュートした、持ち上げた、弾いた、下ろした、止めた。っていう風にしないと、音が上に行ったんだか下に行ったんだか、ほんにょ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 しちゃう。それを区切って弾いていくと、ここ。この一番最後の方が特にね、2回3回ミュートしないと弾けない。というところが、このイントロを弾くだけで結構勉強になるところはいっぱいあるよっていうのがまず今のところで、もう一個だけあるのは、さっき言ったこの E コード、この E コードがあって、この E コード、ここはこうやって押さえると E コードなんですよって分かっててもついつい手癖っていうのは、最初の頃についちゃった手癖っていうのは、でこの音に指は行きたくなっちゃう、もしくは行っているであろう指癖が多くの人にはついてるはずなんですよ。だから1弦で16フレットを弾きました、その次に2弦の17を弾くね、こうチョークはしてあるとしても、これは根本的にはこのサウンドとはちょっと違うからね。これだと。まあ、ギター弾いてない人にとっては同じように聞こえるかもしれないですけど、ギター弾いてる人が耳コピーをするとしたら、これは間違ってるわけですよ。これじゃないと。で、この時の、このチョーキング具合。本来は、この音。この音までチョーキングしてないと、本当はいけないっていうか、その微妙なところのことで言うならば、超えちゃうよりはちょっと足りない方がこの曲には似合う。そういうのがあったりする。こんな、これぐらいでも、これは本当は間違ってるよ、音としては。ここまで出てないからね。これが正しい音ね。なので、微妙な、これじゃ本当はダメよ。これも本当はダメよ。ここまで。ここまで。この音が、まあ、例えば、どっかのライブハウスでこの曲を演奏するっていう時は、そんなに大したことではないけど、一応上達を目指す、ギターが上手になるっていうことは、今の音を、この音が出せるように、チョークする、ベンドするっていう。そんなところで、この辺しか、音の数としては1、2、3、4、5、5個ぐらいしか音使ってないのに、かえって変な雑音を出さないように、余計な弦を弾かないようにする、もしくはピッキングとの合間にミュートをしていかないといけないで、ベンドしておいてピッキングして下ろすっていう、結構これはたったこれだけのイントロなのにすっげえ奥が深い。
まああのレコードでは松木さんが弾いてるような気もするんですけども、そうやってギターマガジンにも書いてあったような気がするんだけど、まあまあ僕らがよくねヒットスタジオとかそういうので見てた時は井上貴之さんが弾いてましたね。でもまあ、 YouTube で見るそういうこの曲の動画を見ても井上貴之さん一人の演奏ばっかりを10本ぐらい見ても結構割とね、割とそのちょっとだけニュアンスがね毎回ちょっとだけ違う、その辺も楽しめるっていうところもあります。じゃあね。